じゃーん。すっごくいい香り。ありがとう。嬉しい。アイジェルだ。これも欲しかった。アイクリーム、アイクリーム。もしやこれは。キャーン。皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、皆様、クリスマスの何かコフレとか限定品とかお買いになりました？ねえ、その季節がやってまいりましたよね。私はね、クリスマスのね、開封動画ってやったことないのよね。なんだけど、私ね、多分ね、皆さん覚えてないかもしれないんだけど、一度だけクリスマスのね、限定品っていうのをね、ご紹介したことがあるんですね。それが、ルックファンタスティックというところで発売されている、アドベントカレンダー2020年。僕ね、もりもりのアイテムが詰まった、すっごい楽しいアドベントカレンダーだったんだけど、私はね、アドベントカレンダーってワクワクするし楽しいし、でね、なんと言ってもお得なので大好きになっちゃって、今回もね、欲しいなーってね、いうふうにね、思ってました。ルックファンタスティックっていうのを知らない方にね、ちょっと簡単にね、ご説明しておきます。ルックファンタスティックっていうのは、ヨーロッパナンバーワンの美容コスメ通販サイトになります。日本でね、なかなか購入できないヨーロッパや海外のブランドなどが気軽に購入することができるのね。そしてよ、じゃーん、重たいの。今年はエスパのアドベントカレンダーです。エスパは英国の高級スパブランドで、私ね、エスパ大好きなの。以前のアドベントカレンダー、最後の25の数字に、このエスパの24アワーバランシングモイスチャライザーが25の数字のところに、プロパー商品が入っていて、それを使ってみてね、すごいもう虜になっちゃったの。多分ね、皆さんにも動画で何度かご紹介してると思います。では、前置きをさっと置いて、アドベントカレンダーを開封していきたいと思います。はい、では、開封をしてみたいと思います。まず、パカーンと開けて、観音扉のようになってます。すごくない？この、引き出しの数。ねえ、引き出しの数がもうすごすぎっていう感じで、ねえ、かわいいよね。はい、じゃあまず、1番の、ボックスから開けてみようか。ここだよね。はい、じゃあまず1番からですね。あ！じゃじゃじゃーん。はい、こちらになります。ピンクヘアスカルトマット。40ミリサイズが入ってました。これはね、トリートメントマスクになっていて、エスパっていうのは、シャンプーシリーズ、ボディ、いろんなホームケアとかもいろんな種類も出ているので、これね、ヘアがまず1日目に入ってました。使うの楽しみ。確かね、前回にも入っててすごい良かったの。はい、そして2番ですね。2番はここにあります。はい、こちらですね。こちらはトライアクティブ、リジェネイリティング。はい、そして3番になります。3番がどこ？ここだ。フィットネスバスソルト。あ、すごい、見て見て、サラサラの、私がイメージしてたものと違うわ。うわー、めっちゃいい香り。ユーカリの匂いが強いかな。ちょっとスーッとした感じ。嬉しい、使うの楽しみ。すごいいい香り。もうね、この箱からすごい芳香がね、漂っているのよね。はい、3番。次、4番。4番どこあった、これも大きそう。あ、これが、あ、はい、こちらですね。フィットネスシャワージェル、同じ、さっきのボディースクラブと同じ名前がついてるフィットネスシャワージェルになってますね。これを香りもね、こうさっきのと同じだからすごい楽しみ。
はい、そして次が5番。5番ありました。こちらですね。はい、こちらがトライアクティブリジェネレーティング 15ミリ です。はい、お顔用のクリームです。とにかくね、エスパの香りっていうのはもうすべてが癒しなの。私はね、嫌いな香りは今のところない。はい、そして5番の次が6番です。はい、ちょっと大きめの箱に入ってる6番はこちらです。スーパーナリッシュグロッシングシャンプーだ。シャンプーでスーパーナリッシュグロッシングシャンプー。こういうのって私ほらキャンプしたり旅行行くのが好きだからちょっと持っていくのにねすごくいいんだよね。こちらは50ミリ入りだそうです。このサイズは絶対いいね、旅行とかにすごく便利。やった。はい、そして7番。7番はこんな感じだよ。ポジティブパルスポイントオイルですね。9ミリです。こうなってるよ。小さいなと思ったんだけど、これはフレグランスみたいに使えるやつだね。あ、すっごくいい香り。なんだろうな、チナシー、ジャスミン、ローズ、その辺がね、ちょっと強めかもしれない。いい香りよ、これ。最高。嬉しい。はい、そして7番の次が、8番。黒い入れ物、これ知ってる、いいやつだと思う。これでーす。ピュリファイングポリッシュだって。ピュリファイングポリッシュ。中はこんな感じでした。うん。あのね、すごいね、クールな匂いなんだけど、すごくね、リラックスできる。これもいいやつ。わー、嬉しいなー。そして9番。9番は赤た。はい、あ、なんだろう。これはオーバーナイトグロウエンザイムピール15ミリになってます。こちらね、はい、ピーリング剤だよね。はい、ピーリングってあんまりやったことないけど、どんな感じなんだろう。ザラザラしてるのかなね。楽しみ。これも使ってみましょう。サンプルサイズだとね、使ってみてもしダメだったとしてもね、悔いはないもんね。はい、そして次が10番です。やっと10日までやってきました。はい、ここにあった10番。はい、こちらがトライアクティブエジリエンス SOS スキンクリアリングセラム 10ml。 肌のバランスを整えて肌を浄化するためのものだって。保湿セラムだそうです。この小さいこのポンプ。いいね、すごく。これも、うん、香りはね、そんなに気にならない感じで、乳液状のセラムなんだけど、これはいい。改善してくれる。はい、こちらは10ミリですね。そして11番、ここにあった11番が、はい、こちらがトライアクティブリジェネレーティングディファイン&タイトニングボディセラム30ミリです。ボディセラムなんてすごい贅沢な入れ物に入ってるよね。香りはどんな感じだろう。あの、ジャスミンとかのあの、いい香りがします。さっきのあのフレグランスみたいのと同じような香りが、ね、最高最高最高。もうどうしよう、私年末までめちゃめちゃ忙しいけど癒されちゃうかもしれない。はい、そして13番が、はい、ここだ。お、硬い。あ、はい、13番がこちらですね。あ、これさっきのと見たかも。コンディショナーだ。さっきのシャンプーのコンディショナーですね。うん、これもいいね。旅行とかにね、持っていくのに、お揃いで持っていくのは、よきと、よきよきよ。はい。そしたら、14番ね。14番、ここにあった。はい、14番も、あ、またオイルです。オプティマルスキンプロセラムだって。オプティマルスキンプロセラム。水分、オイルじゃないのかな。見た目はオイルっぽいけど、セラムだからオイルじゃないのか。あ、オイルじゃない、オイルじゃない。あ、やっぱりリラックスするアロマの香りがすごいする。これも
いいね、このポンプが。持ち運びも後で使ってみるのが楽しみね。はい、そして15番、15番はどこ？15番ありましたよ。何これ、面白い。マスクかな、ウィンターなんとか。あ、わかったわかった、これホームのやつね。ウィンタースパイスボーティフルキャンドルなの。え、キャンドルじゃない、キャンドルじゃなくて、これはあのなんか多分あのオーナメントにみたいにするやつだと思うんだ。めっちゃいい匂いしてる、めっちゃいい匂いしてる。どこだろう、あった、ウィンタースパイスセラミックオーナメントね。はい、これはね、あのクリスマスツリーとかにかけたりするやつね。開けちゃう、うわー、あ、ほらすごい、あ、逆さだった、違う違う、うん、これはいい香り。あのクリスマスにかけたり、もちろんあのクリスマスツリーにかけたり、もちろんお部屋の中、めっちゃいい匂い、最高。 ありがとう、嬉しい。ありがとう、こういうの大好き、こういうの。もうすごいワクワクしちゃうね。ねえ、ありがとうありがとう。15番はい、そして16番、いっぱいになってきちゃった、ここだ。もうちょっと、もうちょっとで全部開封。は、16番またこういうものです。オプティマルボディトライセラムでした。これはね、やっぱりスパ系だけあってボディーものがね結構多いよね。ボディーセラムで贅沢だよね、かわいいね。これもさっきと同じようにちょっとサラサラとしたあの美容液になってますね。香りはどうだろう、うん、香りもすごくいい香り、リラックスできるね。なんかね、エスパの香りって甘すぎないんだけど、女性らしい、なんていうの、ジャスミンとかゼラニウムとかの香りが入ってて、なんと、もうなんとも言えない香りなの、なんとも言えない、とにかく。はい、そしたら17番、はい、こちらです。リップバームかな、これはアイジェルだ、これも欲しかった。アイクリーム、アイクリーム、アイクリームっていう言い方しないんだよねきっとね。デパフ&スージングアイジェル 15ミリ です。目元の腫れぼったさを抑えて集中的に水分を補給し、乾燥した肌を潤わせてくれるんだって。これはね、ずっと欲しかったの。もしかしたらアドベントカレンダーに入ってるかなと思ってね、気持ちを抑えてたやつだった。嬉しい。17番に来たね、17番に。はい、そして18番です。はい、18番がこちらですね。アイソトニックハイドレーションマスクです。もう口が回らなくなってきちゃった。はい、顔にしっかりと水分を補給して栄養を与えてくれるマスクです。これもこのサイズぐらいだとすごい使い勝手が良くていいよね、お試しサイズっていうかね。これも使うの楽しみだわ。はい、18番行きました。そしたら次が 19、この辺いたいた、一番開けにくいところ、ちょっとここを開けようか。はい、19番、はい、リップトリートメント来ました。リップトリートメントもこれいいんだよね。はい、美しく柔らかい唇ね、美しく柔らかい唇になりたい。はい、目指してしっかりと潤いを与える保護のトリートメントだそうです。どんな感じ、こうかな、回すのかな、よっ、あ、リップグロスみたいになってるタイプ、ほら、あ、なんかね、蜂蜜みたいな匂いがする。蜂蜜にちょっとハーブを入れたみたいな香りがする。とってもいい香り。使うのが、これもすごい楽しみじゃない？夜寝る前にね、大切に使おう。はい、そして、これが19、20まで来ました。あと5日間。はい、そして20がこちらですね。ゆずジンジャークレンジングソルベ。あ、
クレンジング来た、クレンジング来たよ。柚子オイルの柔軟性とジンジャーの活性化成分を配合したエスパのバームからオイルへ、バームからオイルにね、変化するクレンジングソルベで肌を優しく浄化しリフレッシュしてくれるそうです。クレンジング、なんかね、クレンジング今ね難民になってて、ちょっとクレンジングを探していたので、これは嬉しいかな。クレンジング試してみて、よかったらね、あの大きいの買えばいいもんね。はい、これが20で、次が21、ここにいます。はい、21がリフティングスキンポリッシュです。しっかりとクレンジングする微粒子の角質除去スクラブ、あ、スクラブ型クレンジングだね。これはちょっとどうかな、でもちょっと使ってみて、鼻の周りとかちょっと使ってみて、大丈夫そうだったらちょっと全然、まあ、こういうところはもしかしたらスクラブ型だと難しいかもしれないけどね、でもちょっとあの試してみるにはいいかもしれない。そして次が22、はい、22がマッスルレスキューバームかな。これマッスルレスキューバームって面白いなと思ってたんだけど、これが入ってた、多分ね、あのホームページでこれを見てた時に筋肉痛とかに効果があるのかなってちょっと思ったので、スーッとするんじゃないかなと思ってちょっと見てみよう。あ、これがついちゃってた。あ、やっぱりそう、すごいね、ミントの香りがして、腰とかに塗ったらすごいいいかも。ミントでも飴のミントみたいな感じで、ちょっとほらお年寄りっぽくなくてすごくいいわこれ。あ、ちょっと私結構キャンプとか行って筋肉痛になったりとかするから、なんでキャンプで筋肉痛になるんだって感じなんだけど、ちょっと使ってみる。はい、そして23番、あともうちょっと寂しい。23番がオプティマルスキンプロクレンザー、だから洗顔フォームになるかな。ジェルがオイルに変化するフォーミュラ、メイクや日焼け止めを残さずオフします。これあれかな、やっぱりクレンジングなのかな。でもこれいいかも。そうね、クレンジングよね。オイル、ジェルがオイルに変化するってことだから、これでもいいかも。さっきのバームに続きこれいいかもしれない。ちょっと試してみたいな。モリンガシードってね、いい成分だよね。楽しみです、これも。楽しみだし、ちょっとシャンプーとかと間違えそうだけど、旅行に持っていくのにいいよね、このサイズね。はい、そして24番、あー、あと2つしかない。24番は、はい、こちらがトライアクティブの、これはなんだ、マスクだな、マスク、トライアクティブのマスク、これかな。トライアクティブジェネレーティングフィトコラーゲンプランピングマスク。プランピングってことはぷっくりさせてくれるマスクかな。はい、輝きかける肌を、輝きがかけるってあのなくなるっていう意味ね、肌を変えてみましょうということで、くすみや乾燥が気になる方に小じわの目立ちに若々しい肌へ導くマスクだって。これはぜひぜひ使いたいね。すっごいいい感じじゃないね。え、楽しみ、こんなのが入ってました。そしてじゃか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 じゃん、最後です。25、何が入ってるだろう。わ、すごい、でかいよ、でかい。もしやこれは、キャー、嬉しい、キャンドルが入ってました。これはね、本当に嬉しい、ウィンタースパイスボーティブキャンドル 70g です。 70g、 スイートオレンジ、グローブ、シナモン、ジンジャーが入っている温かみのある香りのキャンドル。家をね、温かみのある香りで包んでくれるんだって。いい香り。もう皆さんにも嗅げるかしらね、いい香り、最高。なんだろうな、あのね、グローブの香りがね、ちょっぴり強いかな。
クローブの香りがね、かなり強めだけど、すごく落ち着きのある強すぎる香りじゃなくて、すごい良き。これは嬉しい。もう本当にね、私キャンドルとか皆様ご存知だと思うけど大好きで、ね、いつも買ってるじゃないですかって皆さんに紹介してると思うんだけど、嬉しい。25日は今回はキャンドルでございました。この高級化粧品がこんなにね手に入れられるのはアドベントカレンダーだけだよね。ねえ、一つと一つのねお値段が高いので、サンプルサイズでもね嬉しい。やっぱりエスパのねアドベントカレンダーはね最高だったわ。そして気になってる商品もあったので、ちょっとそちらの方もねご紹介していきます。はい、全部でね4つあるんだけど、最初に一個一個ねご紹介していきますね。まず一つ目がエスパーベルガモット&ジャスミンのハンドローションになりますね。もう今の季節といえばこのハンドローション、もう何のもどれいくつあってもいいぐらい、とにかくこれからはねガサガサになるじゃない。ハンドローション大事よね。アロマの効果にすごく期待ができるんですって。だから手から香りを嗅ぐことでね、すごく気持ちがリラックスして気分を明るくする。ちょっと使ってみようか。まだね全然香りはこうやってクンクンって嗅いでみたんだけど、あ、柔らかい。もう乳液みたいな感じで、あ、すごいスーッと伸びる。なんかハンドだけじゃなくてもボディにも使えそう。いやもうさ、すごい、もう皆さんに香りが伝えられないのが悲しい。すっごい、はあ、いい香り。もうだから例えばもうバーッとパソコンとかやってて行き詰まっちゃった時とかに、さっきのロールオンもそうだけど、こういったので香りがふわっときたら本当リラックスできて落ち着くよね。うん、めちゃめちゃいい香り。そして次がこちらの同じくベルガモットとジャスミンのボディ、シャワージェル。シャワージェルですね。まあベルガモットのすがすがしい香り、ジャスミンの甘くて豊かな香りが、まあ、バスルームにわーっと広がるわけよ。もう心身をリラックスさせてくれて、もうバスタイムをねリラクゼーションの場所に変えてくれる。で、肌に必要な油分を補うことによってで、しっとりとした洗い上がりにしてくれるそうです。ルックファンタスティックでもこちらのシャワージェルは人気のラインナップだそうです。楽しみ。もうやっぱりこういう香り物は本当好きだから、うん、いい香り、もう間違いない、間違いない。はい、そしてエスパーポジティビティバス&ボディオイルです。こちらねバス&ボディオイルなんだけど、やはりジャスミン、ベルガモット、口なし、それから、スイートオレンジの植物成分が配合している、香りになっていて、肌の乾燥を防いでくれるのにすごく役立つのね。これからの季節にはすごくいいでしょう。それからね、これね、バスオイルとしても使用することができます。アロマね、大好きだから、まあ、とにかくね、リラックス。で、ここで、これね、説明にバブルバスをお楽しみいただけますって書いてあるんだけど、オイルなのに泡が立つのかな？ね、やってみたいと思います。それにそんなにオイルオイルしないのかもしれない。もしかしたら水と乳化してさらりとしたバスオイルなのかもしれない。ちょっとやってみないとわからないんだけど、体にねとにかくちょっと入れ物がこういう感じで中蓋がないからちょっとあれなんだけど、香りはもうエスパの香り、もういい香り。乾燥の季節にねちょっとボディマッサージにいいかなと思って今回ね欲しかったんですよ。そして最後、エスパのこちらは、オーバーナイトハイドレーションセラピー55ですね。55ml になります。これはね、マスク、パックになるんだけど、つけっぱなしで、寝ちゃっていいマスクになってます。まあ、この製品はね、夜間の肌を修復してくれる効果が期待できるみたいで、お肌はね、睡眠中に回復するっていうのはね、皆さんご存知だと思いますけど、そこに着目したマスクで、睡眠中に深い層まで浸透して、肌の潤いを補給し、乾燥を防いでくれるそうです。で、これによって目覚めた時には、お肌がね、より柔らかくなっていて、
とりとした感触を実感できるっていう風に書いてあったので、うわーこれは素晴らしいと思って、でエスパでね一番人気らしいのね。リラックスできる香りがしてて、こういう風にプルプルしたジェル状になってます。はい、まあもう何がともあれつけっぱなしでいいっていうのがいいじゃない。あのいろいろこう取ったり洗ったりしなくていいので、だからこれはねちょっと使うの楽しみよ。本当にねジェル、優しいジェルっていう感じ。はい、ということでアドベントカレンダーと全部で4品の商品をご紹介させていただきました。もう一気に紹介しちゃったからねお腹いっぱいだよね。ちょっとね長い動画になっちゃいましてすいませんね。今回はエスパの商品だけだったけど、ルックファンタスティックにはいろいろなブランドが揃っています。知らないブランドをねちょっと使うのはっていう方にはアドベントカレンダーのなんかいろんなブランドの種類が入っているものをおすすめしますね。あの自分でね使うのももとよりクリスマスプレゼント、誰かにあげたりするクリスマスプレゼントにもいいしね、自分へのご褒美にいいよね。私は今回自分へのクリスマスプレゼントにしました。ルックファンタスティックは7200円以上お買い上げになられると送料は無料になります。今回紹介したルックファンタスティックで年に一度の特大セール、ブラックフライデーセールを開催しているそうです。エスパはもちろんのこと、普段割引セールをしないイソップやエミレスまでの人気ブランドまで特別な割引となります。セールは11月20日から12月1日の午前1時まで開催しているみたいです。それから私のクーポンコードを入れていただくとこの辺に出てると思うんですけど、私のクーポンコードを使えばいつでも最大割引からまたさらに割引があります。ね、各ブランドの公式代理店でありながら他のショップと比べてね価格がね、すごい安いのよ。ね、すごい安い上に、私のクーポンコードを使えば、さらに安くなっちゃうの。もちろん、限定商品でも割引クーポンコードが使える商品が中にはあります。とりあえずね、とりあえず、ブックファンタスティックのサイトを覗いてみてください。ねえ、ワクワクが。止まらないよ。本当に。いい季節だね。ね、いつものようにね、動画概要欄にリンクを貼っておきますのでね、ぜひともチェックしてみてください。はい、ということで、今日はね、私のクリスマスプレゼント。ね、ルックファンタスティックのアドベントカレンダー。今回はね、エスパのアドベントカレンダーご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。なんかこう、今年の中で一番ちょっと嬉しいことの中の部類に入るかも、これ。ね。はい。というわけで、この動画がいいなぁと思われたら、高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろん、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それから、私のキャンプチャンネルもよかったらね、今これから寒くなってくるんだけど、これからがキャンプにはすごくいい時期なのよ。私の大好きなキャンプの時期。なりますので、よかったらそちらの動画も見てください。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。やりこでした。またねー。